今をかける、その先に僕たちの未来がある。Go Next。あったらいいなってお客様が思うことを形にする、それを使って喜んでくださるのが職人冥利に尽きるなと思って毎日ものづくりをしております。いいものを大事に長くっていうモットーがあります。愛情を持ってくださるものを作らなきゃいけないなと職人としては思ってます。特に見えない部分にいかに手を入れるか、使い込んでほつれづらいようにちょっとじゃあここに糊を入れてあげるとか、そういったところをむしろ一番大事に作ってますね。駆け抜ける道の先に思い描く未来とは。川ってそもそもやっぱり命をいただいてるんですよね。お肉の副産物が川であって、日本の牛っていうのもすごくいい肌を持ってるんですけれども、それ使わないのもったいないよな。その川を本当に余すことなく使いたい。日本の皮を日本の職人がなめして、日本の職人が組み立てて、最終的な日本製の商品を逆に世界に向けて輸出していきたいな。自分たちの思いを多くの人に届けたい。愛情を持って最後まで使っていただけるようなものづくりをしていきたいなというふうに思ってます。その思いが僕たちの未来を作る。